はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ウワタだよ。本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのはセブンイレブンより3月20日発売された濃い内抹茶ロール210円、こちらをご紹介したいと思います。こちらは、真ん中に抹茶ホイップ、そして抹茶スポンジに抹茶カスタードが入った贅沢な、もう抹茶 1.2 倍使った新商品となっております。はい、食べて開けてみたいと思います。さあ、こちらね、はい、こうなっております。ちょっと開けますね。じゃあ、じゃん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 、はい、はい、こうなっております。ここね、ここに、スポンジ、あ、ホイップか、ホイップじゃない、スポン、カス、ホイップで、この、次に色が違うのが、カスタード。そして一番端っこにあるのが、スポンジとなっております。はい。では、食べてみたいと思います。おう。一緒に食べていきましょう。食べたいと思います。うん。うん。あ、ホイップが甘い。ホイップ甘いな。うん。うん。ホイップが甘いです。うん。美味しい。こうやってつけてね、こうやって食べる。うん。この抹茶、うん。こういう系統はね、どうしてもクリームが多いってイメージついちゃうよね。うん。こうクリームをつけて、こうつけて食べる。うん。美味しいんだけどね。うん。今日は3にさせてください。3です。うん。いや、美味しいんだけど、うん、こういう系統ってさ、まあ、どことは言わないけど、やってるしね、もうやり尽くした感があると思うんだよね。もちろん中にね、カスタード、抹茶のカスタード入ってるんで、うん、印象的インパクトはあるかとは思うけど、さすがになんか濃い系どうかなと思うんだよな。うん、もう他のさコンビニなんかもうやり尽くした感があるなと思ってるんですけどね。うん、というイメージ。うん、ちょっと辛口かもしれないですけどね。うん、もう食べ終わりそうなんでこのまま続けますね。ごめんなさい。あ、おお、了解。うん、うん、こちらは一応販売地域は全国ですが、四国は除きます。四国は除きます。抹茶の量を 1.2 倍に増やし、深みのある味わいに仕立てた濃厚な抹茶のロールケーキです。宇治抹茶カスタードクリームと宇治抹茶ホイップクリームを抹茶スポンジでふんわりと巻き上げました。うんですね。だから巻き上げたのはいいのよ。巻き上げたの、確かに。まあカスタードが入ってるというところはあれだけど、あんまりカスタードの主張がないな、あんまり。うん、と思ってしまったんですけどね、私は。うん、もう全部食べ終わったんで、一応
っております。うん、こちらあくまで東北地区のね表記なんで、ちょっともしかしたらあんまり参考にならないところもありますが、アレルゲンとしては、まあ、卵、乳成分、小麦、大豆となっております。うん、ぜひあのこの抹茶尽くしのロールケーキいやまあ美味しいんですけどね。うん、そう、抹茶はねどうしても美味しさを保つためにこう光を通さない、これね透明じゃないんです、こういう光を通さないような、ね、ケースになってるんで、このケースの中身もね価値ないんですけどこういう工夫もしてるんだよっていうのもね、まあ、ぜひ見ていただいたらなと思います。ぜひこの動画、チャンネル、面白いなと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね。